はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、ドラゴンゲート、ドラゴンゲートと琉球ドラゴンプロレスリング業務提携、今後の期待を語るスペシャル。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、あのドラゴンゲートと沖縄を中心に活躍する琉球ドラゴンプロレスリングが2021年より業務提携することが決定いたしましたっていうニュースについてですね、私なりの見解を述べたいと思っておりますので、皆様最後までお付き合いください。はい、という形でございます。まさかまさかまさか、まあドラゴンゲート目線でいくと、年間最終戦が終わったその時にこんなビッグニュースが舞い降りてくると思いませんでしたという形ですね。私自身のことを言うと、まあ、素直なことを言うとですね、琉球ドラゴンプロレスリングっていう、団体に対しての知識っていうのはめちゃめちゃ薄いです。正直名前ぐらいしか知りませんでしたし、私が興味のある選手が参戦しているっていうことぐらいしか正直言って、僕自身の知識としてはない状態なんですけれども、まあ、これにてですね、いろいろと知れるきっかけになるんじゃないかなっていうところは当然あるんですけど、どうやらですね、意義として単なる選手間の交流だけではなくて、将来に向けて両団体の若手選手育成でハードとソフト両面の技術交流など、従来のプロレス団体の業務提携の枠組みを超えた関係を築いていく所存ですという形です。まあね、すごく分かりやすいところだと選手交流ってあるじゃないですか。相手の団体に行くで、向こうの団体が来てくれるっていうのがよく分かりやすい、まあ我々が目にすることのできる一番分かりやすい変化かなっていう形で思うんですけど、それは当然のこととして、やっぱリング上の技術とかですよね、まあ、そういったところ、それがゆくゆくは実際僕たちの目の前で見せてくれるファイトにも変わってくる部分かなと思ったりするので、そことしてはすごく期待できる部分があるのかなと思います。そしてドラゴンゲートとしてはやっぱり西日本を中心にやっぱ活躍をしていく団体っていうのがある上で、やっぱりその沖縄っていうところにやっぱり地場を置いてる団体とのやっぱそういうところと組むことによってのメリットっていうのも計り知れないものがあるんだろうなって。なかなかね、沖縄って、大会とか試合をするのって大変な場所っていうイメージがあるんですよ。例えば他団体でいくと、新日本プロレスの目線から言っても1年に1回行けるかどうかっていうような感じだったりするじゃないですか。やっぱそこを常設で常に大会を行っている、琉球ドラゴンプロレスみたいなところがあるとすると、まあ、そこにある意味、まあ、リングもあるし会場もあるわけですよ。しかも、会場レンタルするノウハウとかもきっちりとある中で、しかもパイプもあるという中でいくと、やっぱりそこをハードの面をきっちり用意をしてくれて、そのリング上は、ドラゲーがやっていきますよみたいなことが あるっていうのも、だいぶまあ経費的な目線もそうだし、より沖縄っていうところに対してのドラゴンゲートのなんていうんだろうな、認知度向上とかっていうところも結構期待ができるところになるんじゃないかなっていうところですね。やっぱり私が知識が薄いだけなんですけど、やっぱりその沖縄県だけでやっぱりそういう風に団体を回せていけるっていうことは、やっぱりその沖縄っていうエリア自体にファイがちゃんとあるってことだと思うんですよ。やっぱそれがやっていけるっていうことだとね、だからそこのノウハウをきっちり吸収しつつ、しっかり沖縄県民のプロレスファンの方々の認知度も上げていこうっていうところに関していくと、ドラゴンゲート目線からしてもすごくメリットがある業務提携っていう風に言えるんじゃないかなと思いますね。はい。そして、第1弾としては1月3日の新春スペシャルで、琉球ドラゴンプロレスリングの方に、ドリームゲートチャンピオンのシュンスカイウォーカー選手と箕浦康太選手、まあ、マスカレードの2人が参戦することが決定しましたっていうところで、早いっすね、動きがすごいぞこれは。だって今をときめくドラゲーのトップ選手ですからね。そしてトップユニットの選手たちが参戦してくれる。そして
その次の2月14日の、琉球ドラゴンの大会に、琉プロの大会においても陽介サンタマリア選手と大和選手が参戦することが決定してたりであるとかっていうのが決定してたり、ドラゴンゲートの沖縄大会が6月19、20日の、2days行われることも決定しました。ここには琉球ドラゴンプロレスリングの選手が参戦しますよというのが発表されたりだとか、もう2021年の半年分ぐらいの、まあ、ざっくりしたスケジュール自体も発表されたわけですよ。これはすごくいいですね。先行きが明るいというか、で、ここでまだ発表されてないですけど、これちょっとひょっとしたらフライング発言になったらね、各団体さんごめんなさいなんですけど、私、今、琉球ドラゴンプロレスリングに参戦してる選手で、ドラゴンゲートに上がってほしいっていう選手がいるんですよ。所属選手じゃないですけど、将来めっちゃ有望な選手で、実は今年2020年僕、5月か6月の時にちょっと自分の回でも1回発表させてもらってますけど、それはどの選手かというとこの選手です。皆さんご存知ですかね。これこちら私 T シャツ買わせていただいたんですけど、バンベールジャック選手でございます。福岡発のこのバンベールコーヒーっていうところでですね、で、まあそこ発のこのバンベールジャック選手、これが今10代で、もともとメキシコにルチャ修行しに行きたいっていう形で、頑張ってる選手だったんですけど、今まだだって10代ミドルですよね。全然ハイティーンじゃなくてミドルティーンだと思うんですけど、もうそこのジャック選手がつい先日このリュープロの、あの総竜王って読むんですかね、あの要はタッグチャンピオン、のトーナメント戦 でしたっけ、リーグ戦だったか、その、戦いに出て、そこでですね、ハイビスカスミ選手とともに、タッグチャンピオンになりましたっていう記事があったんですね。おジャック選手早速リュープロ参戦でなんていうんですか、結果残したなって思いながら、ちょっと僕は一ファンとしてそういった記事とか読ませてもらったんですけど、ということはですよ、あのジャック選手の戦いがひょっとするとドラゴンゲートでも見れるかもしれないと思ったら、これたまらんぞと思って、一気にこのジャック選手がスターダムに上がっていく絵を勝手に妄想しちゃいましたっていうところなんですが、まああのジャック選手からするとやっぱりメキシコでルチャ修行、本場のルチャを修行したかったっていうのが当然ある中で、行った時にやっぱりこのコロナの情勢を鑑みると、やっぱり今海外に打って出ることっていうのは得策じゃないですよねっていう中で、やっぱりすごく悩んでた部分あると思うんですが、このジャパニーズルチャの最高峰とも言っていいドラゴンゲートで、例えばなんですけど、まあ技術交流っていうのが確かあるんですよね。技術交流とか、それこそドラゲーのリングに参戦することで考えた時に、ジャック選手のルチャの技術ってめちゃめちゃより一層向上されるんじゃないかな。そしてやっぱり体作りじゃないですか、ドラゴンゲートの売りっていうのを。もうみんなかっこいい体、動ける体ね、見栄えがいい体っていうのを作れるあのノウハウがあると思うので、そういったところも含めてこれはジャック選手にすごくチャンスが来たんじゃないかな、2021年はって僕は勝手に思ってます。はい、っていうところなので、まあこちらをご覧になられている、方、まあドラゴンゲートファンの方、まあ新日本プロレスファンの方とか、当然多くいろんなプロレス団体のファンいらっしゃると思うんですけれども、ドラゴンゲートの2021年、この琉球ドラゴンプロレスリングとの業務提携って、ただただ単純に今いる選手との交流だけじゃなくて、めちゃめちゃ夢が膨らむ業務提携になることは間違いないんじゃないかなっていう風な妄想をお伝えしたかった次第であります。そしてもう一回言います、あのバンベールジャック選手、こちらの選手ぜひ、チェックしておいて間違いないですよっていうところを含めて最後お伝えさせていただきました。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのをですね、直接どしと
ぶつけていただければちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。